ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日の動画は月1活動報告です。パクユーチャンネルの1ヶ月間の総再生回数、総視聴時間、チャンネル登録者増加数、この3つの数字を指標に、その1ヶ月間の、パクユーチャンネルの更新内容、そしてパクユーの活動がどれぐらい充実していたかを振り返る企画でございます。今日は10月1日、10月に入ってしまったんですけれども、9月1ヶ月間の振り返りをしていきたいと思います。まずは、こちら恒例となっております1ヶ月間お疲れ様でした。まあ、あと10月、11月、12月、今年残すところ3ヶ月となりました。あと3ヶ月今年頑張っていこうみたいな意味も込めて、乾杯したいと思います。今月はこんなものを用意しました。デュアーズ、トゥルースコッチ、ホワイトレール、スコッチですね、まあウイスキーですね。で、これをハイボールで飲みたいと思います。僕こんな感じで瓶でね、ウイスキー買ってチビチビ飲むの最近ハマってるんですよ。まあ最近っていうか、もうここ1年ぐらいですね。で、なくなったら新しい銘柄にチャレンジしてみたいな感じで、せっかくなんでここ置いておきましょう。で、これはね、今回が2回目かな、飲むの。よいしょ。こんなもんかな。グラスがね、ビールのグラスなんでちょっと格好はつきませんが、グラスはね、ギネスの。バルセロナのね、キャンペーンやってた時に、グラスおまけ付きのやつを買って、シャビのね刻印が入ってます。懐かしいですね。それでは、1ヶ月間、9月も、パクユーチャンネル、パクユーにお付き合いいただきありがとうございました。1ヶ月間お疲れ様でした。乾杯。なんかキリッとしてる感じですね。日本のウイスキーとやっぱ全然こう風味が違うというか、いいっすね。それでは、9月の数字を振り返っていきたいと思います。集計期間が8月27日から9月26日までで、総再生回数が1、10、100、1000、万、10万、285,909回。この数字は、どれぐらいだろう。まあ、今年、3番目にいい数字ですかね。一番良かったのが5月で、その次が7月。で、7月の数字とほぼほぼ同じっていう感じです。なかなかいい月だったんではないでしょうか。そして、続いて、総再生時間が、1、10、100、1000、万、29,984.7時間。もう、なんのこっちゃって感じですけれども、この数字がですね、実は結構よくって、あ、なんとですね、総再生時間は、今年一番でした。まあ、このね、理由、要因っていうのは後でちょっと詳しくお話ししていこうかなと思うんですけれども、いや、めちゃくちゃ嬉しいことです。ありがとうございます。そして、チャンネル登録者増加数が922人と。これは、今年4番目、5番目にいい数字かな。意外とね、今年チャンネル登録増えてるんですね。こうやって振り返ってみると。まあ、1000人近く増えてると、かなりいい数字だなっていう印象はあるんですけれども、1ヶ月で1000人超えした月が結構あるので、まあ、ちょっとずつ、この右肩上がりのこの上昇カーブっていうのも、こう、急になってきてるのかなっていう感じですね。今月、まあ、9月に、パクユーのことを知ってくださった方、パクユーチャンネルを登録してくださった方、はじめまして、本当にありがとうございます。今後も末永く、どうぞご贔屓によろしくお願いします。そして、もう以前からずっと、僕のチャンネル、僕の活動を見守ってくださっている皆さん、今月も、お付き合いいただき本当にありがとうございました。引き続き、やはり、ご贔屓にどうぞよろしくお願いします。それでは、1ヶ月の動画の、更新を振り返ってみましょう。
まず9月の頭は、まあ CD レビューっていうのはちょっとねずっとこう、ずれてる状態が続いてるんですけど、まあ週1でなんとかやっててっていう感じで、あ、そうか、8月の、末から9月にかけては僕仕事で大阪にいたんですね。なので生配信がちょっと多めになってたのかなって感じですね。9月に入って最初の動画が9月3日の更新ということで、まあ、この間は生配信できっと繋いでたんでしょう。で、9月4日に、サランピ TV の黒局長と、コラボ動画撮らせていただいたやつを、アップしてまして、これがね、あの黒局長の、まあ、音楽の趣味とか、K-POP なんで好きになったのとかね、そういうのをね、こう僕が質問していって、黒局長の、人間像というか、そういったものを紐解いていこうという動画だったんですが、これすごかったね。もう1日2日でブワーッと再生回数が伸びて、まあ、視聴回数8000回ぐらいなんですけれども、なんかその黒局長が、愛されてるのをすごく感じたというか、まあ、おそらく、黒局長のチャンネル登録している、まあ、黒局長のファンですよね。ファンの方がたくさん見てくれたのかなっていうところで、いやー本当になんか、ちょっと、びっくりしましたし、すげーなって思いましたね、素直に。やっぱ僕はその結構内容勝負っていうか、あの、僕が何するっていうのもちろんその、あの、どんな動画でも見てくださる方っていうのもいらっしゃるんですけれども、あの、生配信にもこう、積極的に参加してくださる方、あの、こう、名前、顔が浮かぶ方っていうのはいらっしゃるんですが、どっちかっていうと、僕が取り上げる題材に、興味を持っている人が、その、興味のある動画を見るみたいな感じなので、こう、僕がやっぱ、誰か他の人とコラボして、誰かのとこに、言ったとて、こう、こんなに大きな数字は動かせないだろうなっていうところで、いやーすごいなって思いましたし、僕も、僕という人間をもっと好きになってもらう、もっと応援してもらえるような、活動積み重ねっていうのを続けていかなきゃいけないなっていうのは改めて思いましたね。まあ今後も、まあちょくちょく、お互いのチャンネル、遊び行って、遊び来てもらってっていう形でやっていけたらなぁと思っているので、ぜひぜひ、黒局長とサランピ TV もよろしくお願いします。そして、あ、このね、今月の、視聴回数と再生時間の増加に大きく貢献している動画が、9月の11日に公開した、欅坂46の映画の感想動画ですね。これがね、久しぶりのビッグヒットかもしれない。もしかしたら今年入って。今7万回以上再生されてます。で、視聴時間が、その9月は、今年一番だったっていう話をしたと思うんですが、おそらくこの動画が、大きな要因になってるんじゃないかなと思います。それぞれの動画の、平均視聴時間みたいなのとかね、あのデータで見れたりするんですけど、まあもともとね、この動画が23分って結構長めの動画、だってこともあるんですが、平均視聴時間がものすごく長くて、まあ要するに、多分最後まで見てくれた人とか、こう、長い時間見てくれた人っていうのがすごく多い動画になったんですね。まあ、これって、僕がどうのっていうよりも、欅坂っていうグループに対する、皆さんの熱量というか、愛というか、まあそういったところが大きな要因なのかなっていうふうに思うんですが、まあそれでも、この映画公開されて、まあいろんなね、ファンの方とか、まあその評論っぽい人とかが YouTube 動画上げてて、映画こう公開日の直後には結構検索をかけると何人かの動画がね、わっと上がってくるみたいな状態だったんですけれども、まあ他の方の動画は多分ここまで伸びてる動画ないと思うので、その中で、僕の動画、こんだけ、視聴者が、こう、増えたっていうか、まあ、視聴回数が伸びたっていうのは、すごく嬉しいですね、素直に。あの、内容に対して、まあ、こう、評価がある程度
あったのかなっていうところですごく嬉しく思っています。まあ、あの欅坂というグループ自体は今も結構ね、あの今月で、活動休止に入っちゃうんですかね、で改名してみたいな、あのまあ最後に向けて、大きな話題がねたくさんあるけど、うん、その中でちょっとネガティブな話題もあったりとかね、まだこうすんなり終わらんなっていう感じなんですけれども、うん、まあこのチャンネル登録もこの動画から登録してくれた方っていうのをくださった方っていうのは結構いて、あ、まだ新規の方が欅坂関連の動画で増えるんだっていうのはびっくりですね。まあ、僕ずっとこの欅坂の動画っていうのを出してきてたんで、もういい加減なんか、僕のこと、なんだろうな、こう、気に食わない人は気に食わないし、まあ、知ってる人はもう登録してくれてるし、みたいなことなのかなって思ってたんですけど、まだ、新規の登録者が増えるっていうのもびっくりですし、ね、気になる話題で、に反応して、登録をしてるので、なかなかね、そこからこう、うん、他の話題にこう広がっていくって難しいと思うんですけど、僕はその音楽好きとして、いろんな題材を取り上げて、その中の一つが、欅坂46っていうグループなので、そこからこう皆さんの興味の、幅っていうのを少しでも広げられるような、まあ、動線作りみたいなのができればなと、思って、頑張っていこうかなっていうふうに思ってます。ぜひ、もうこいつ、欅坂の動画全然もう上げねえじゃねえか、みたいなね、そう思う時あると思うんですけど、まあ、チャンネル登録はそのままで、しばらくね、見守っていただけると、様子を見ていただけると嬉しいです。はい、続いて、DTM 系の動画もね、結構、アップした月でございまして、9月12日のスケーラー2のレビューですね。これはプラグインブティークという、代理店、まあ、ソフトの販売サイト、と、ちょっとまあ、タッグを組んでるわけではないんですけれども、そこが開発してるソフトのレビューで、まあ、気になった人は買ってみてねっていうような、誘導というか、宣伝みたいなのをちょっと強めに出してみたんですけれども、この動画きっかけで、このソフトを購入してくださった方っていうのが結構いらっしゃって、すごく嬉しかったですね。僕自身も、手応えありましたし、真剣に、このソフトの魅力、長所、短所っていうのはどこなんだろうっていうのを、伝えようと思って、真剣にもう、一生懸命こう、使ってみて、勉強してみて、で、あ、なるほど、こういうことかって分かったこともあって、で、それをちゃんと伝えられたかなっていう、手応えあったので、それがこう結果につながって、良かったなっていう思いはあります。で、レビュー系で言うと、9月18日の、ミディギターですね。スーパーポータブルミディギター、ジャミー。これもね、商品提供を受けて、それでレビュー動画を作ったっていう動画なんですけれども、これはね、まあ、僕の動画きっかけで、このジャミーを購入した方が、いたのか、どうなのか、何人いたのかっていうのは、ちょっとまだね、結果わからないんですが、うん、これも、まあ、僕のこう、本音っていうか、正直なっていうところは崩さずに、製品のいいところ、ちょっと足りないところっていうのをちゃんと、伝えられたんじゃないかなというふうに自分では思っています。まだ、これらの、動画ご覧になってない方、見逃していたという方は、ぜひ、見ていただけると嬉しいです。はい、あとは、あ、そう、新しいカメラ買ったんですよ。先月か、9月ですね。で、今ね、この新しいカメラで撮ってて、画質ね、結構上がってると思うんですけども、まあ、個人的には、まあそのカメラ買うっていうところで、カメラ関係の動画っていうのもいくつか出したんですけど、まあやっぱりね、もう普段から僕別にカメラの話してないんで、数字的には微妙でしたね。うん、でも、まあ、ネタとして、こういうのもやってみて、まあ、どこでね、新しい、こう、道が開けるか、扉が開けるかわからないので、で、僕自身もね、今回のこのカメラをね、購入するにあたって、ものすごく、カメラのことを調べて勉強したので、これからもしかしたらね、ちょっとずつ沼にはまっていくかもしれないと、パクユーチャンネルの、またこう、一つのこう、コンテンツっていうんですかね、
カメラトークみたいなのがこう増えるかもしれないっていう可能性はありますので、その辺なんか、ちょっと注目してね、あ、こいつ最近カメラハマってるなみたいな、レンズ沼見事にハマったなみたいなね、そういうのもねこう注目していただけると嬉しいです。そして、カメラに詳しい方はねぜひいろいろ教えてください。よろしくお願いします。はい、ということで、まあざっくり振り返るとそんな感じですね。他にもまあいろんな動画出してるんで、この機会にこう1ヶ月振り返って、僕のチャンネルのあのホーム画面から動画ってやって、新しい順とかって並べて、わーって1ヶ月分見ていただいてね。で、こう興味のある動画、ポチッと、見ていただけると嬉しいです。で、僕割と、台本作ってる動画に関しては、ちょっとゆっくりめで喋ってると思うので、動画の速度ね、1.25 倍とか 1.5 倍とかで全然聞き取れると思います。むしろそれぐらいが心地いいっていう人もいると思いますので、ちょっと動画長いなっていう風に感じた方はぜひ速度調整をして、楽しんでいただけると嬉しいです。ということで9月の振り返り、やってきました。10月もまあ10月11月12月ですね、2020年もう激動の1年でしたが、このまま駆け抜けて、最後にもう一伸び、頑張っていけたい、いきたいなと思います。ぜひ、皆さん、見守っていてください。サポート、応援、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日、10月もよろしくね。